グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。231番目の作品は丸山応挙が描いた子犬たちです。作品を選んでいただいた番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。藤久志です。この可愛い犬の絵を描いた丸山応挙は江戸時代後期に京都で活躍した絵師で、写生派と呼ばれ京都丸山派を立ち上げた人ですね。応挙の絵の特徴は一言で言うのは難しいのですが、狩野派を思わせる作風でもあり、中国絵画に通じる色調や精密さもあり、大和絵や琳派を思わせる作風もあり、つかみどころのない画風なんですね。応挙は狩野の流派に学んだのですが、狩野派のように権力に喜ばれる堅固な様式とは違う庶民が受け入れやすい写生という描き方で人気を得たのですね。応挙の写生っていうのはどういうものなんでしょうか。子供の頃画板を持って外で景色を見て描く、あの写生と同じなんですか。同じことですね。対象を写し描くということで本質は同じです。写生は西洋ではリアリスムということになりますかね。フランスでは印象派の少し前にクールベという画家がいて、彼は写実主義を掲げて危機迫るように写実を追求して描き、凄みのある写生で名を挙げました。クールベの絵に比べたら応挙の写生はとても優しいですね。今日の子犬たちは繊細な毛並みの柔らかさやぬくもりまで伝えるように描いています。子犬の動きも最小限に描き、全体として緩やかで静かな構図で描いてますね。この子犬たちを見ていると心が温まってきますね。これは応挙の優しい人間性の表れなのでしょう。そしてそれが庶民に受けたのでしょうね。京都丸山派の応挙のもとには弟子入りの希望者が殺到したと言われています。人気があったんですね。先生ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はマクダウエルの森のスケッチから野原に寄すです。1860年ニューヨーク生まれの作曲家マクダウエルは親しみやすいピアノ商品を数多く残した作曲家です。アメリカインディアンに伝わるメロディーを生かした野原に寄すはその代表作と言えそうです。